店長お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと2回目になるけど、はい、ちょっとまた話を聞かせてもらえると思います。はい、今日のテーマ、でん、遊び。子供の時に流行ってた遊びとか、はい、なんかよくやってた遊びを教えてほしいなと思って。流行ってたのは、うん、デジモンとか。デジモン、なんかピコピコする育てるやつ。俺らでいうたまごっちみたいなもんかな。あ、そう、それのなんかバトルできるみたいな。そうなん。とか、あとは遊戯王カードとか。ああ、聞いたことある、はい、世代が違うと全然わからんけど。なんかそカードゲームやね。はいはい。それもなんか対戦系。そうです、対戦系多いね。対戦系多いっすね。そう、いつやるの、その遊戯王とか放課後とか。ああ、学校終わって帰ってから、はい、でみんなで集まって、はい、例えばどっか公園とか。そうです。ああに集まってやるんや、はい、なんか他学校で休み時間流行ってたとか。学校で流行ってた、なんかでも俺が自由帳になんかいろいろキャラとか書いて、なんか仕切ってなんか RPG みたいなのを自分で作って友達にやらせるっていう。そうなん、はい、そういう絵描くの好きなんや。わ、はい、やってました。自分で考えたキャラじゃなくて。いや、自分で考えて。嘘、すごっ。全然下手ですけどね。いやいやいや、でもそれちょっと物語作って。そうっすね、はい、やらせる。どんな感じでやらせるのそれって。なんかもう全部俺のさじ加減みたいな。敵がいて、うん、なんか、まあ、こう自分のキャラクターみたいなのがいて、うん、攻撃選んでみたいな。まあポケモンみたいな感じです。へえ。もう自分のさじ加減で全部コントロールしてる、友達を、はい、どんぐらい食らうとか自分で。まあそうやんな、はい、紙やからな、その時に自分で決めて、はい、まあまあ長い、それもう。それもさじ加減、それもさじ加減。飽きたら終わり。飽きたらもうボス倒せたみたいな。めんどくさくなった、はい、もうボスすぐ出して、はい、うわ見てみたいな、その自由帳。もうないわな。もうないっすね。ないよね、はい、面白いな。でじゃあ逆に女子となんか遊んだりとか。女子と、なんか軽泥とか。おお。そういうのはやるよ、ったかもしれないです、休み時間。でも賢者だったら運動神経いいから結構逃げれてた感じ。運動神経悪いんですよ実は。サッカー以外できないっていう。ああ、そのパターン、はい、そっち系です。もう野球とかも全然できないです。ああ、そうなんや。もう打てない。ドッジボールとかもできない。苦手、はい、もう投げられんの、あんまり。投げれないです。なんか投げ方おかしいって言われます。みたいな。あ、そうなんや、はい、リレーの選手も選ばれなかったりとか。お水泳ができないっていう、泳げない。そうなん、はい、泳ぐの苦手なん。苦手です。意外やな。息継ぎができないっす。息継ぎできないの。まあ習いにも行ってなかったし。はい。ああ、そうなんやね。そうです。じゃあそのサッカー以外でなんか今は苦手なのばっか聞いちゃったけど、はい、もう一個ぐらい得意なスポーツってあるの？卓球クラブ。おお。の部長。もう。あ、やってたんや。卓球はちょっと、はい、ああまだその中でもできる方なんやね。はい。今じゃあ子供と何して遊んでるん？トランポリンやる。あ、トランポリン。トランポリンとか。あ、家にあるやつで。はい、それは一人で飛ばすんやろ？それ一人で飛んだり一緒に飛ぶ。あ、抱っこして飛ぶやつしんどそう。そうなんや。抱っこしてやる方が喜ぶんですよ。あ、高さ出るし、はい、まあ子供にもいろんな遊びを教えてあげて、はいはい、ください、はい、あの展示ができなかったことができるように。
ね、はい、教えてやってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ご覧のインタビューはボートレース小島の提供でお送りしております。今日のキーワードはサです。チャンネル登録よろしくお願いします。